裏世界ラボ。信じられん。2009年1月26日、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス近郊のベルフラワーにて、アメリカ史上2つ目の例となるヤツゴが生まれた。一気に8人も。嬉しいわ。このヤツゴの母親の名前はナディア・スールマン。ヤツゴの出産で彼女の子供は合計14人になった。たちまち全米に広まったこのニュースを、人々は当初心温まる話題として捉えていた。しかしヤツゴ出産にはとんでもない裏があったのだ。1年前、ナディアはすでに6人の子供の母親として子育てに忙殺される日々を送っていた。えらいじゃ、野菜も食べなきゃダメよ。ああもうこぼさないで。アミーラ、食べ物で遊んじゃいけないっていつも言っているでしょ。大変そうね。だからこんなにたくさん子供を作るなって言ったのに。いいの、私は小さい頃は一人っ子で寂しかった。この子たちにそんな思いはさせたくないのよ。ナディアは自分自身が一人っ子で子供時代が寂しかった経験から大家族に憧れていた。けれどちゃんと育ててあげられないなら子供がかわいそうよ。あなた夫もいないんだし。そう、彼女はシングルマザー。さらに生活保護を受けて生活していたので、決してお金にも余裕があったわけではなかった。それにその体外受精にもお金がかなりかかるんでしょ。実はこの6人の子供たちも離婚後体外受精でできた子供だった。お願いだからもうこれ以上子供を作るのはやめてね。何よ、ほっといて。しかし当然夫のいないナディアが頼るのは自分の母親。大きな援助を強いられている母親からもう産むなという警告があったのは当然だろう。しかしナディアは、まだまだ子供がたくさん欲しいわ。アンジェリーナ・ジョリーみたく。もしもし、元気？あなたの精子を分けてもらえない？すでに6人の子供がいるにもかかわらず、母親や周りの人の反対を押し切って元彼に電話。精子をもらい7回目の体外受精に挑んだのだった。もう一人だけ子供が欲しいんです、先生お願いします。反対したのは身内ばかりではない。ナディアの事情を知っている担当医師も反対したが、もう6人もお子さんがおられますし、もう少し考えられた方が。お願いします。ナディアの熱意に負け、ナディアは7度目の体外受精の治療を受けることになったのだった。さらに、いやそれはダメです、それは禁止されているんです。お願い、いいでしょ、大して手間は変わらないでしょ。なんとナディアは医師に頼み込んで規定の6倍の受精卵を子宮に戻したのだ。これでもしかしたら双子とか生まれちゃうかも。数年後、担当医師のカムラバは彼女の要請を受けて12個の新鮮な体外受精卵を移植したことを涙ながらに謝罪している。という感じで、かなり強引な手段で大家族を手に入れたナディア。お金も頼れる人も少ないナディアは、周囲の予想通りヤツゴの世話で大パニックに陥った。あん、もう泣かないでよ。ママ、マカイとジョサイアとジョレマイアも泣いてる。どうにか泣き止ませて。人手不足は自分の母親や年上の子供たちを使って何とかしのいだナディアだったが、今度は金銭的に困ってしまった。お金がない。ママ、またパンだけ？もう1週間もパンしか食べてない。仕方ないでしょ、うちは貧乏なんだから。でもママまた新しいお洋服着てる。これは仕方ないの。ナディアが金銭的に困窮した理由は、子沢山だったからというだけではない。彼女はブランド好きで見栄っ張り、かなり金遣いが荒かった。生活保護と育児手当だけじゃ足りない。どうにか稼ぐ方法を見つけなきゃ。そこでナディアが考えたのはメディアに出ることだった。有名になれるし楽にお金が稼げる。もしもし、私たちのことをテレビ番組にしたらどうかなと思って。ナディアはヤツゴの母親オクトマムとして自分の子供たちとテレビ出演したり、ポスターのモデルになることでお金を稼いだ。食べ物ももらえるんですか？ありがとう。彼女と彼女の子供たちが出演したメディアは、テレビのリアリティ番組、動物愛護のポスター、雑誌や新聞のインタビューなど。ナディアって出産費用も払わず14人も子供を産んだんでしょ？ありえないですね。一体どれくらいの税金が使われてると思ってるんでしょう。世間の反応は冷たかったが、ナディアは気にしなかった。これでしばらくは贅沢できるわね。しばらくしてナディアは家族で高級なマンションに引っ越した。宝石、ブランド、外車。ここでセレブ気取りのナディアの金遣いの荒さはさらにひどくなっていき、とうとう家賃の支払いすら困難な状況に。お金がない。
そこで彼女は手っ取り早く稼ぐ方法を思いついたのだった。そうよ、脱げばいいのよ。彼女はイギリスの雑誌クローサーでセミヌードを披露、さらにストリップショーやポルノ映画にも精力的に出演した。だって子育てにはお金がかかるのよ、仕方ないじゃない。しかし子育てのためとは言いつつ、ブランド品を買い漁る行動はやめなかった。そのせいか、体を売ったにもかかわらず相変わらずお金はなかった。家賃1年分滞納してますよ。払えないわ、お金ないもの。うるさいわね、こうなったら仕方ない、自己破産します。とうとう家賃を支払えず家を追い出されてしまったナディアは自己破産を申告。ナディアの元にいる子供たちを放置できないと考えた州から相当額の金額を受け取った。やった、このお金があれば。まとまったお金を手に入れたナディアは郊外にプールや滑り台付きの豪華な一軒家を借りた。さあ今日から私たちのお家はここよ。わーい、おっきい、お庭が広い。そして子供たちを全員私立の学校に入れた。お前んちって金持ちなの？貧乏なの？さあ。さらに自分はアンジェリーナ・ジョリーを目指し整形をしたのだった。唇にヒアルロン酸を入れたの。アンジーに似てるでしょ、よく言われるの。生き方も似てると思わない？ちょっとナディア、いい加減にしなさいよ。あんたの無責任な行動でみんなが迷惑してるのよ。ちょっと聞いてるの？あん、もうほっといてよ。なんだかもう疲れちゃった。しかし同時期に彼女は不安やストレスの改善のために常用していた薬物依存になっていることを告白、リハビリ施設に入所することを明かした。1ヶ月だけだから頼んだわよ。彼女は子供たちの世話を母親と友人に頼み、自分はリハビリ施設から様々な要求を言いつけた。窓も拭いておいてくれる？車は触らないでね。イエーイ。ジョナ、うるさい。ちょっとみんな静かにして。それでね、もし私に仕事の依頼が来たら、まずは話を聞いて、いい案件だったら要件をまとめてリハビリ施設に送って。切るわよ。子守を頼まれた2人の友人と母親は14人もの子供の世話とナディアの電話対応にすぐに疲労困憊。子供たちはというと、ナディアがいなくなって寂しかったというより、これが朝ごはん？すっごいごちそう。たくさん食べてね。ようやくまともな大人に面倒を見てもらえて感動したそうだ。あなた、怒鳴らないのね。え？ママはいつも怒鳴ってばかりなの。静かで嬉しいわ。子供たちのためにはナディアは戻ってこない方がいいのかも。そして2014年1月13日、ナディアは生活保護を申請しながらトップレスのダンサーやポルノ女優として稼いだ約3万ドル分を申告しなかったとして告発され、2年間の保護観察と200時間の社会奉仕が宣告された。あらゆる手段を使い憧れの大家族を作ったナディア、ポルノや犯罪にまで手を染めてまで大家族を作りたかった理由は一体何なのだろうか。私は何も後悔してないわ。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボではハイクオリティな際どい漫画を毎日投稿するので、チャンネル登録よろしくお願いします。暇つぶしがてらにコメントを残していってください。みんなで盛り上がりましょう。